どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちら僕がやってるねパブロヴィンチっていう洋服のブランドがあるんですけども、そちらのアイテムをご紹介していきたいというふうに思います。僕がやってるものなんでね、あんま興味ない方も多いと思うんですけどね、もしよかったら最後まで見ていただければというふうに思います。で、今回ね発売させていただくアイテムに関しては4点もあって結構盛りだくさんなんですけども、これらがねティザー動画だったりとか配信とかでも触れたことのあるこのデニムジャケットだったりとか、あとはチノ素材を使ったねこのベストジャケット、スラックス、その3ピースっていう感じなので、まあ、この3ピースがねワンアイテムみたいなカウントしちゃってたので、こんな感じになっております。はい、っていう感じでね、このシャツだったりとかチノのね3ピースに関して、それぞれねちょっと発売方法が違くて、このデニムシャツに関しては受注販売で、その受注の期間がこの動画の公開から27日の24時までになっておりますので、そちらだけご注意ください。で、3ピース、このチノ素材のベスト、ジャケット、スラックス、これらに関してはもうね生産始めておりまして、多分予約販売みたいな形 で注文いただきました9月の半ばくらいにはお届けできるかなっていうくらいの早期納品アイテムになっておりますので、もしよかったら見てみてください。で、一応ねもう生産してるってことで在庫は限られておりますので、そちらだけご注意ください。ちょっと分かりづらいんですけども、デニムシャツは受注、それ以外の方に関しては普通の発売っていう形になっております。っていう感じでね、ちょっともう4点もあるのでサクサクとご紹介していきたいと思います。まず1点目なんですけども、こちらですね、デニムシャツっていうものなんですけども、商品名もデニムシャツでそのままあんまりねひねったりとかしてないんですけども、こんな感じシンプルそうに見えるんですけども、こんな感じでねいろいろデザインが凝ってるアイテムになっております。これ大変だった作るの。これはねサイズの展開が SML の3サイズ展開になってまして、色に関してはこちらの1色のみで、素材に関しましてはコットン 100% で8オンスの綾デニムを使用しております。こう縦糸は国内紡績でムラ感の出るような別注糸を使用し、横糸もね国内紡績のリングスレート紙を使用しております。米オーストラリア面主体の根面になっていまして、細番手も対応できる良質な面になっております。はい、であとは染めに関してはねロープ染色のピュアインディゴとなっていまして、こうナチュラルなムラ感のあるデニムらしい表情ながら、打ち込みが混んでいないので、こうふっくらとね軽い風合いに仕上がっております。今の状態だとねこんな感じのライトインディゴっぽい感じなんですけども、これ実はリジットの状態で作って、でその後にウォッシュして当たりを出してとかで、そうなるとめちゃくちゃ縮んでサイズ作り直したりとかしてとか、めちゃくちゃ大変だった、そんなアイテムですね。はい、で今話したようにね、その特徴の部分でいうとシルエットだったりとかディティールともにねこだわりを詰め込みました。詰め込みすぎてねなかなか作るの大変でしたね。でこちらシルエットに関してなんですけども、少しねタイトめに設定しております。最近だとオーバーサイジングとかリラックスフィットが主流だと思うんですけども、そこまで大きくありません。もうほんとジャストサイズっていう感じで作っております。でイメージとしては古着屋に置いてあるグッドコンディションな良質な古着をイメージして作っているので、まあ、そこまででかすぎない、もうほんと普通のサイジングってところ、それがね今の時代に作るってなると結構ほんとイメージ難しくて、合わせるものにもよって変わってくるしとか、こうこれからの時期だとインナー使いもしたりとかすると思うんですけども、そういったところをねいろいろ想定してこのシルエットにたどり着いたっていう形になります。少しねすっきりめに見せることを意識したんですけども、肩周りには、ね、十分なゆとりを作って、腕周りの動きやすさだったりとか、こう着用した時にねやっぱタイトすぎるものだったりとか、ジャストサイズのアイテムってこう不快な突っ張りがあったりとかすると思うんですけど、そういったものがね極力出ないような、そんなシルエットになっております。であとはこの襟周りに関しては少し特殊なパターンにしてまして、開いた時にね少しここが広がるようなオープンカラーチックに見えるようなリラックスした印象をねここで出しております。ここまでやっぱりギチギチにしてしまうとね本当に窮屈な感じになっちゃうので、まあ、そういったところでバランスを取ってるよってところです。でやっぱり特徴的なのはねここのねダイヤ柄のステッチだったりとか、ここのパッチ、あとはピンタックでねこういう風にキューバシャツみたいな感じにしてるので、まあ、ここのねフロントのデザインだったりとか、バックのところのねこの大きいひし形のデザインとか、まあ、そういったところがね同系色のパッチだったりとか、ステッチに関してはねこうデニムらしくこのオレンジというかねこのカラーのステッチで打ち込んでるんですけども、このバランスを取るのも難しかったです。こうなんていうの、このピンタックの位置だったりとか、これを挟むかとかいろいろね案があったんですけど、まあ、ここのさフロントの開き、ここの部分にも当たりが結構やっぱ洗うと出てくるよねっていうところで、これがあったりとかすると、ここにねこの内側にまたピンタックが入ってるとうるさすぎたりとかして、だから僕がパソコン上でね何回も何回もデザインシミュレーションして、本当なんだろうポケットの中央にこのひし形が来た方がいいんじゃないのって思ったんですけど、そうするとバランス悪いとか、だからちょっと内側にねこのダイヤ柄のステッチが入っててピンタックがこう真ん中よりもちょっと外れた位置そこにあるみたいな、まあ、そしたらすごくいいバランスになったりとかしたので、まあ、そういうねデザイン面だったりとかパターンのところでかなり大変だった一着になっております。はい、っていう感じでサクッと着てみますね。
はい、着用してみました。こんな感じ。僕が着用したのが M サイズになります。で、今全部前ね、一番上のボタン以外閉めて、ここの袖のところもボタン止めてっていう状態で、こんな感じです。そこまででかくないシルエットだと思います。ただ腕のところのゆとりだったりとかね、あと胸周りだったりとか、そこまで窮屈じゃないので、タイトすぎずに見えるとは思います。だけどね、着丈とか身幅とかそこまでね大きくないので、ほんと使いやすいシャツになってます。はい、今前を開けるとこんな感じで、でプラスアルファでね、袖をこうめくっちゃったりとかすると、こんな感じで一気にラフな印象に変わってくれるかと思います。だけどね、やっぱりここのね、ダイヤ柄のステッチとかパッチ、あとはねピンタックだったりとかのイメージがね、すごくねアクセントになっていて、シンプルながらもこう1枚で様になる、そんなシャツだと思いますので、まあ、秋だったりとか春だったりとか、まあ冬に関してはね、こうジャケットのインナーだったりとかで使いやすいアイテムになってると思います。サイズ的にもね、レイヤードさせてもすごく使いやすいアイテムだと思いますね。で、生地的にはね8オンスなので、厚すぎず薄すぎずっていう感じで、ほんと使いやすい生地感だと思いますし、ある程度の腰はね感じられるデニムらしさみたいなところは残っていますので、こう結構デニムシャツって硬くてな、着づらいんだよなみたいな人もいると思うんですけど、とてもねウォッシュも柔らかく仕上がっておりますので、ほらこんな感じで肘にもね色落ちが入ってたりとか、特にこのダイヤ柄の設置のところのあたりとかね、バッカリングとかすごいことになっていますので、そこが面白いアイテムになっています。はい、これが1点目。はい、続きましてこのねチノのセットアップをご紹介していきたいと思います。発売自体はねバラバラで売っておりますので、まあ、欲しいものだけね買ったりとか、あとセットで着たいよって人はね、ちょっとお高くなっちゃうと思うんですけど、セットで買っていただければっていう風なアイテムになってます。まあそれぞれチノジャケット、チノベスト、チノスラックスっていう感じでそのままなんですが、サイズがねどれも SML の展開になってます。で、ここにあるのは全部 M サイズ、僕のサイズでフィッティングしておりますので、このサイズになってるんですが、色展開もねこのベージュ一色展開で、素材に関してはコットン 100% で、上質な米綿をね紡績した縦糸16番手横糸10番手のスレッド紙を使い織った高密度なチノクロスを使用しております。まあ、その、ね、生地の特徴なんですけども、縦糸をほんの少し太くして力強い印象にしております。まあ、そんなね、こうなんだろう、ジャケットのセットアップだったりとか、まあ、それぞれアイテムになってるんですけども、少しねこうワーク感というか強さってところが欲しかったので、そういったところで印象を作っております。で、あとはねシルケットを施して程よい光沢感というところでね、ドレスライクというか、まあ、そういったところのね風合いってところを持たせてみました。で、まあ一つずつ紹介するんですけど、まずはジャケットかな、ジャケットからいきましょう。こちらですね、こちらのジャケットなんですけども、まあ絶対にパブロ・ヴィンチでは僕ジャケットが作りたかったんですけども、イメージはねギャンブラージャケット、パブロ・ヴィンチさんっていう架空の人物が着てそうな洋服だったりとか、そのねライフスタイルだったりとかを想像した時にこう作るアイテムとかを決めてるんですけども、まあ、パブロ・ヴィンチさんがねギャンブルに行くぜ、そういうねカジノに行った時の清掃みたいな感じでね、このジャケットの3ピースだったんですけども、まあ普段は遊び人みたいな感じなので、こうカッチリとしたスーツみたいなジャケットっていうよりは、ある程度ゆるさのあるシルエット で、あとは少しだけ格好つけたい時だったりとか、勝負服をねイメージしているので、襟は少しドレス寄りのカッチリとしたシルエットになっております。身頃だったりとか袖に関してはね、だらしなくなる手前のラフさってところにね注目しまして、少し大きめのサイズ感になってます。だからねこうジャケットなんですけどね、袖のところが少しねワークな感じというか、腕まくりができるようなそんな形になってますね。あとねシルエット操作で縦長に見えるシルエットになっていますので、そこまででかいっていう印象を与えないバランスかなっていうふうに思います。特徴的なのはやっぱり裏ポケットがかなり特徴的な作りになっていまして、こうまっすぐ見た時にここにねステッチが入ってると思うんですよ、こことか。そこなんですけども、表にねわざとステッチを見せるように叩きつけられているんですけども、ポケットの硬さとねステッチの入れ方でシルエットを作って、そのねステッチを利用してこの裏ポケット、こんな感じで両サイドにね面白い形になってるんですよ。こんな感じちょっと簡素な感じに見えるんですけども、工夫でねこんな感じになっております。普通の内ポケットを作るよりも大きめの収納ができましたし、このあえてね表に出すステッチだったりとかもね、すごく表情が面白いかなっていうふうに思います。でやっぱりジャケットっていうとね、すごくねそのなんだろうねスーツみたいな感じでカッチリしたイメージになるんですけども、あえて太番手の糸で縫うことでドレスイメージの強いジャケットっていうのをカジュアルダウンしております。あとはこのポケットのところかな、フロントのポケットなんですけども、上にねボタン付きで、なおかつ横からもねアクセスできるハンティングジャケットのねポケットみたいな形になってるんですけど、そこに関してもねやっぱり色がベージュで、そこまでこう浮きすぎないカラーになっていますので、なんだろうさりげない感じになってます。であとはこの襟のところをね立ててあげると、この上の部分でも止められるようになってるんですね、ボタン でしかもここにねジンストラップみたいなのがついてますので、ここでスタンドカラーみたいな感じに着用することもできるので、こういう風に着用すると本当にねワークジャケットみたいな感覚になりますね。まあ、この上からストール巻いてあげてもいいですし、まあ、冬とかだったらねダウンベストとか合わせてもすごくかっこいいアイテムだと思いますので、いろいろ着方ができる 2way な作りになってるよっていうアイテムになります。これがジャケット、ちょっとこれ着てみますね。
はい、ジャケット着用してみました。こんな感じですね。これも M サイズになっております。こんな感じでね、チノ素材ならではの力強さだったりとか、ちょっと武骨さ、そんなところを感じられるジャケットかなっていうふうに思います。袖のところはね、やや太めになっているんですけども、こう気にならないような、そんなシルエットかと思います。であとは何気に便利なのがね、やっぱ横からアクセスできるっていうところ。こう僕なんかはね、街歩いてる時大体ポケットに手突っ込んでるので、こうジャケットだって上から突っ込むこともあるんですけども、まあ、横からの方がアクセスしやすいですからね。まあ、こんな感じで過ごしております。あとはここにね、ボタン付きのポケットもありますので、結構な収納量入りますので、こう荷物の多い人なんかにはね、特におすすめだと思います。あとは内ポケットですね。アクセスもすごく簡単で、タバコだったりとかね、お財布そこに入れることもできると思います。はい、こんな感じでね、襟立ててあげちゃっても全然使えるアイテムになってます。もちろんね、めちゃくちゃ寒い時はここでボタン止めて、なおかつここのチンストでね、首がっちり締めてマフラー巻いちゃうとか、あとはこの上にね、なんかレイヤードさせるっていうのも面白いと思いますので、こんな感じで中途半端に開けてあげてもね、すごいスタイリッシュになるので、雰囲気がね、結構面白いジャケットができたかなっていうふうに思います。ただやっぱりね、通常の使用用途で言うと、こういうふうなジャケットスタイルの方が僕はね好きなので、こんな感じでラフに着れる、そんなジャケットかと思います。はい、これがチノの3ピースのジャケット1点目。はい、そしてね、チノのシリーズの2点目なんですけど、こちらのベストになります。これね、めっちゃ可愛いんですよ。他のね、ジャケットとパンツとも相性よくね、着用できるように設計してるんで、まあ、このスラックスにベストだけとか、あとジャケットにこのベストだけとか、あとはまあベスト単体でも使えるんですけどね、相性よく作りたいっていうのもあるし、これ単体でもね、かっこよく作りたいっていうのがあったので、まあ、そこが難しかった点になります。こうドレスかカジュアルかね、どっちに振るかすごく悩んだんですけども、やっぱり単体でも着用できるようにっていう風に考えていたので、カジュアル寄りのね、ワーク感が強いものになりました。ただやっぱりこう、ジャケットの中で使った時には少しカッチリと見えるように、その見えるラインっていうところだけはね、少しドレスライクな感じにしたいなとか、本当にね、わがままが詰まったベストになってます。ここのね、アームホールに関してもね、ドレスほどね大きくはなく、単体で着用した時にデニムだったりとか T シャツとも相性よく合わせられるような、そんな設計をしております。なんで少し大きめのね T シャツだったりとかロンティに合わせる方多いと思うんですけども、そういった時にもすごく使いやすいです。あとはね、ポケットがかなりありまして、ここのフロントのところにね、このスナップボタン付きのポケット、ここにもあるでしょ、ここもスナップボタン付き、まあ、そんな感じでね、ここの部分とフロントのところにポケットがありますので、かなり収納力これ単体でもありますので、軽い荷物だったらね、手ぶらでその日過ごせるような、そんな設計ですね。であとは後ろの部分ですね、こういう風に大きめのねバックシンチをねつけておりますので、絞ることでこの身幅のところ調整できるので、中に合わせる T シャツのサイジングだったりとか、まあ、緩めの T シャツ着るんだったら身幅ある程度取られているので、緩くねここは絞らず使っていただいて、でちょっと細身のものだったりとかパンツのサイジングに合わせたいなってところは、ここのバックシンチを絞ってあげて着用するとか、そういった感じでスタイリングにね幅を持たせております。こう通常のメーカーだったりとかブランドではできないようなデザインかなっていうふうに思いますし、パターンにもねかなり時間をかけて作っている、そんな自信作の一品になっております。これもちょっと着用してみます。はい、ベスト着用してみました。こんな感じ、これも M サイズになりますね。まあ、パンツもインナーも全部パブロになっちゃってるんですけど、このスタイリングめちゃくちゃ好きなんですよね。こういう風なチノパンツだったりとかワークパンツ、まあ、デニムとかでもいいんですけどね、ちょっとこう土臭いアイテムというか、そういうものとね、このベージュのやっぱチノ素材のベストで、少しワーク感とドレスの共存しているアイテムなんかだと、すごくねレイアウトした時に面白いかと思います。特にこの背中からの見え方が好きで、この大きめのバックシンチだったりとか、まあ、そういったところがね、こうワンアクセントでこうのっぺりとしたね生地感だとは思うんですよ。やっぱチノの素材って、まあ、そういったところをね印象をグッと引き上げてくれる、そんなポイントかというふうに思います。ただ何気にこのねスナップボタンのところだったりとか、すごく使いやすいんですよ。ベストって結構軽いんでヒラヒラ動くんで、こうタバコとか落ちちゃうことあると思うんですけども、やっぱこういったねフラップ付きで、なおかつねスナップボタン付き、それはねとても使いやすいです。この部分もね結構深さありますので、であとはこう前を全部締めてあげてもいいかなと。中にシャツとか合わせるんだったらね、あえて締めてこんな感じにしてあげてもいいと思います。でプラスアルファでさっきのジャケット合わすとこんな感じですね。結構切れ目に見えるかと思います。こんな感じで前締めちゃうとねそんなわかんないんですけどね、全部ベストに関しても開けてレイヤードさせてあげても結構面白いと思いますので、こんな感じで少しねこう悪い感じもあるんですけど、チノパンとかワークパンツと合わせてあげると男臭さってところの方が強く出てきますので、ルードになりすぎず使えるような、そんなねカジュアル感のあるアイテムになってくれるかと思います。まあ、あとはねやっぱベストだけ買おうかなって人もいると思うんですけど、本当レイヤードしやすいですし、 T シャツ1枚とかロンT1 枚がね秋とか多いと思うんですけど、そういう時にもねレイヤード1枚パッと入れるだけで雰囲気ガラッと変わりますので、結構おすすめです。はい、
続きましてラストですね、こちらのパンツになります。これね、もう履きすぎた、ちょっとねもう汚れてんだよね、黒いなんかすす汚れとかついてて、ちょっと申し訳ないんですけども、これがねセットアップのパンツなんで、ジャケットだったりとかの相性を考えてシルエットを考えたんですけども、単体でも細すぎないバランスを意識して設計しました。これもやっぱりねパブロさんが履いてるパンツみたいな印象でね、パブロさんがねこうギャンブル行く時に履いたりとか、例えば血の素材のこのスラックスっていうところでこう運動だったりとか、普段のこうなんだろうね、ソファーでぐだるとか、酒飲む時にスラックス履いてて、なんかちょっと座った時にこう窮屈になるの嫌じゃないですか。あとはスケボーしてたりとかで腰回りのゆとりがある程度ある方が動きやすいとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、そういったところのね僕の理想を詰め込んだそんな血のスラックスになってます。ある程度ねこのヒップの周りにねゆとりを持たせつつ、足を長く見せるために後ろのねお尻周りに関してはねもたつきを解消しております。まあ、そんな感じでね、もうシンプルだから絶対わかんないんだけど、ね、まあ、履くとねああなるほどねみたいな、そんな感じのアイテムかと思います。でやっぱりかっちり綺麗なスラックスではなくて、さっきも言った通りそのソファでくつろいだりとか運動したりとか、あとはこういう風な、ね、3ピースでがっちり合わせた時にも使えるようなアイテムにしたいなとか、まあ、そういったところなんですけども、ドレスに寄りすぎずに決めすぎてない、そんなねスラックスにしました。だからなんならね腰履きして履いちゃってもいいっていう感じなので、ウエストジャストで履けばまあ綺麗に見えるし、そんなスラックスかと思います。特に血の素材なんでね、雰囲気だったりとかこう風合いのところでね、ほんと 2way に使えるようなパンツだと思うので、個人的には今の時期だとサンダル履いてでちょっと腰落として履くっていう感じで夏は過ごして、でこれからのシーズンだったらウエストジャストで履いて、こういう風なトリッカーズとか、なんだ革靴なんか合わせて綺麗に合わせたいなっていう風にも思ってるので、結構遊べるパンツかなっていう風に思います。で潮目に関してはね、ドレスよりまあ、スーツみたいな作り方とカジュアルのちょうど間を狙っているので、このウエスト周りにはね少し簡略化した仕様になってるんですけども、後ろにねこういうところにすり木を足してシルエットをかっちりさせたりとか、一手間ね加えております。まあ、スーツよりにも使えますし、カジュアルにも対応できる幅広くね使いやすいアイテムになったと思いますので、本当万能なパンツかなという風に思います。一応ねセットアップの提案としては、ジャケットに関してはややカジュアルより、ベストはカジュアルとワークで、こちらのパンツに関してはドレスよりっていうねテイストの違う3つのアイテムをボリュームだったりとか素材感のところでねバランスをとっているので、まあ、それぞれの良さがあるし、あとはそれが3つ合致するとまた雰囲気がガラッと変わるっていうアイテムになっているので、もちろんねそれぞれ別々で購入していただいても全然楽しめるアイテムだと思いますが、3ピースになった時にもねとても面白いアイテムですっていう感じで、パンツを履いてみますよ。はい、パンツ履いてみました。こんな感じでね、今の時期まだ暑いんでサンダルとかで僕は合わせます。まあ、こういう風にベストに七分袖の T シャツ、あとはパナマハットとか、あとはキャスケット、ベレー帽とか被り物のところで調節してあげてね、こう本当なんだろうね、スラックスなのに結構ラフに使えるというか、このやっぱこうもも周り、お尻周りのところにゆとりですね、ここが本当心地いい感じになっているので、こうストレッチとは全く入っていない血の素材になっているんでね、履き心地だったりとか運動量のところどう取るかってところはとても課題だったんですけど、本当いい出来になったかというふうに思います。ちょっと画角変えてみますね。はい、パンツメインの画角にしてみました。こんな感じ、今ね腰骨の上ら辺で履いてるんですけども、本当ワンクッション入らないか入るかっていうくらいのねジャストサイズのレングスになってます。この画角だとね太もものところのねゆとりだったりとか腰回りのゆとりがねすごく分かりやすいかと思います。これをジャストで履いてあげるとこんな感じですごく綺麗になるんですよ。フロントもねもう結構履いてるんでね薄くはなっているんですけども、こういう風にセンタープレスが入ってますので、普段からねこうセンタープレスのところでしっかりと折って管理していただければ、ここに関してもねずっと残っていきますので、そういった感じでシャツだったりとか少しカッチリめにねこのチノのスラックス使ってあげることもできますので、こういう風にサンダルとかでもねこの履き方でもいいんですけども、やっぱり単靴だったりとか革靴、そういったものを合わせてあげたりとかで、あえて抜け感出すんだったらスニーカーでねペタペタしたようなアイテムをねこのウエストジャストで履いた時に合わせてあげると、大人めカジュアルみたいな感じでも使えますので、とてももおすすめです。で、まあ、もちろんねスニーカーとか合わせるのとこういう風に腰落としちゃって履いてもすごくかっこいいんで、まあ、CT70 とか僕はバンズとかそういったものを合わせてね、あとアディダスのサンバとかね、とても個人的にはおすすめです。あと何気にね細かい点なんですけど、ここのねジップになってるんですよ、ここがジッパーフライなんですけども、ここを何気にタロンジップ使ってたりとか、ほんとねよくわかんないところにこだわりをぶち込んでるアイテムになっております。はいはい、っていう感じで最後の最後にねこれ3ピース合わせた感じで着用してみました。こんな感じ、今サンダルなんでね、そういったところで抜け感をあえて出してあげたりとか、まあ、今髪型がこんな感じなんで、こうハットだったりとかこう被り物した方がね似合う感じにはなるんですけども、まあ、こんな感じで決めすぎないジャケットというか、少しラフに着用できるアイテムだと思いますので、3個同時に購入される方はね、なんだろうね、結婚式の2次会くらいだったらこれ着ていけるかなっていうふうには思います。あ、こういうふうに前にベストをね締めちゃってて、傷
れえよって人はまあこういうふうに開けてね、中に T シャツとかで合わせてあげても全然ありだと思いますので、まあ、すごく自由に遊んでいただけるような、そんなね3ピースだと思います。はいっていう感じで、今回はねパブロビンチの新商品を4つもご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。ちょっとね商品数あるのでこう長い動画になっちゃったんですけどね、チェックしていただけると幸いでございます。最後にねこのデニムシャツだけ受注生産になってますので、受注の期間が終わっちゃうと、もちろん終了なんですけど、その前にねこう生産可能上限数みたいなのが一応あるアイテムなので、そこに行っちゃうと早期終了なんかがねたまにありますので、そちらだけご了承お願いします。はい、っていう感じで今回の動画が良かった、参考になったと思いました、高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。